イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。はい、ということで始まりましたね。いや、まさかですよ。まさかまさか、あの話ですか。バスタフェ公七さんがですね、こんな手弁当のラジオですねツイッターで拾ってくださるとは。いや、ありがたや。なんて優しい子なのあれ、そういう感じの関係なのそんな感じでもないですけど。いやー、ほんとね、まさか拾っていただけるとはね。そもそもが、こうバスタフェローズ乙女ゲーなので、攻略対象のキャラクターがまあメインじゃないですか。そうね。なのでちょっとね、メインではないしみたいな、そんな私のバスタフェ話をしていますっていうところを拾ってくださるんですかっていう。もっとバスタフェさんを上げておけばよかったですかねありがとう、ありがとう。なんかあれだったね、我々コーンコロッケで盛り上がってましたけど。そうなんですよね。もっとバスタフェさんのことを話したということをちゃんと言うべきだったというね、反省はありましたねいや、なんかね、あのどっちかなって思ったんですよ。あのはいはいはい、どこまで言っていいのかっていうのを確認取った方がいいのか迷ったんですけど、はいはい、言うてもすごいバックがついている番組とかでもないわけじゃないですか、まあ、誰もついてないですからね。そうなんですよね。なんかこれは何の番組なんですかみたいになった時にちょっと趣味でみたいな話になっちゃう。確かに。じゃないですか。説明がややこしくなりますからね。ちょっとややこしい、とはいえでもちゃんとした一応番組なんです。 Spotify とかでもやってますみたいな、難しい感じですよねそうですねあのだからバスタフェのハッシュタグを私はつけないで。ああ、なるほどなるほど。メールをねくださった方とかには、はいはい、採用してますよっていうのをちょっとねこう匂わせですよこれが匂わせというやつですよ。今流行りのキーワードがまあ確かにこれでハッシュタグつけるのはちょっとねおこがましいという感じもしますんで。そうなんですよね。いいことないなって思っていた日にバスタフェさんがこう、引用リツイートしてくださってて、あったーって上がりましたか。夜に、夜中にね、寝る前にね、なったんで。よかったよかった、ありがたいです。そんな中、はい、磯爪ではダイジェストが上がってましたけど、あのやや攻略精度が上がった、ややラスボスがいっぱい映るようになった。ラスボスさんを中心にしたこうコンパスのようにこう磯っちがこう周りをくるくるくる周りをめっちゃ走ってる動画だなと思って見てましたけどあれなんかないんすかね、挙動っていうか、こっちが何かをしたらなんかやるみたいなのってないんですかね。どうなんですかね。でもなんかほら一般的なと言ったらあれですけど、はい、ゲーム実況者さんって変なちょっと変わったプレイとか、なんかこう山場を作るためにあえて切り込んでったりするじゃないですか。はい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 。でもなんかやっぱりイソッチはね本気だなと思って本気でどうしようどうしようかなって言ってる動画を出すから不思議だなと思って見てましたねあの分かんなくてね本当に。プレイしてる時にそのまんま声も撮ってんだよね。撮ってます撮ってます。あのヘッドセットで、セキロだけはヘッドセットで行く、俺はヘッドセットで行くそれは改めて言うだけの何かがあったんだろうかこうマイクポジションなどを気にせずに、両手をねフルに使える。なんかイソッチは温度感というかものすごいこう上がってるわけでもないけど、落ち着いてるような感じにも見えるというか。普段はゲームやってる時はそんな喋んないんで、もう無言ですよ無言そらそうかもしれんね。無言だし一人で喋ってたら。でもなんかほらすごいわっちゃわっちゃ言う人もいるじゃないですか。ああ、はい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 。なんかそういうタイプではなく、なんかねいろいろいろんなことを考えるんですよ。いろんなこととは なんぞや。いろんなことです。あの攻略以外のことどういうことグラフィックのこととかああ、なるほどなるほど。システムのこととかそういうこと考えちゃう。そうそうですそうです。途中でこうなんか振ってる時に、あ、すすきは切れないんだとか、なんかどうでもいいこととかをずっと頭の中でぐるぐる考えていたりとかするのもあってなるほど、あの感じなんです。注意力が結構いろんなところに向いてるのね。じゃあいろんなところに。あ、でもすすきを切っちゃったりとかすると処理的にめんどくさいのかなとかいろいろね
開発不可のことまで考えてしまう。そういうことまで考えてしまったりとか。そんなこと考えてるから落ちちゃうんだよ。あれは違うんですよ、普通に落ちちゃってん。普通に落ちてたけど。普通に落ちてん。これまだシャープいくつまでいくかは。なんか10とかいくかなって自分では最初気持ち的には立ててたんですよ、あの、うんうん、今までのダークソウルとかの最後とかね。はいはい。ただ10はそれぞれに見どころなんてあるわけがないって思って。もうさすがにね、ずっと同じになっちゃう可能性がありますからね。そうなんですよ、うん、まあまあでもいいか。この伸びだとシャープ6ぐらいで決着がつくのかな、うん、可能性としてはちょっとね、なるべくこう、うん、打って投げて打って投げてをね繰り返して、ヒットアンドアウェイで。そうなんですよ、なるべくスパンを短くした方がいいんだろうなとか思うんですけど、うん、はいはい、スパン短く出すと同じじゃんかそこも考えちゃうのね。あ、そう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 、なるほどなるほど、同じじゃんってなっちゃうし、うんうん、プレイだけしちゃうともしかしたらその時にうまいこと言っちゃったら悔しいしっていう、ちょっとなかなかねあの辛いコンテンツになってきましたよこれダイジェストはダイジェストっていう名前がつかなくなった時はケチガンされた時ですよねきっとね。どうなんですかね、前半ダイジェストかもしれないからねそっか最後に道が開ける可能性があるか。そう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 、ああじゃあこれやっぱ見続ける必要があるなこれなご期待ください何回目から見ても大丈夫です金太郎飴のようなコンテンツであれこの下り見たことがある、この人毎回落ちてるっていういやもう頑張ってよ頑張ってよ、頑張っているはい、それでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。ひくらじ、改めましてイソッチです。シモンです。ではお便りいきましょう。じゃあまずはふつおたからいきますね。ひくらじネームよりやさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。人と企画会議をしているときにうまいこと自分の意見を角立てず伝えられないとのことでしたが、うまくいかないということを通常状態だと思い、うまくいったらラッキーくらい思っておけば楽な気がします、というほほ、まあアドバイスみたいな答えですかね。クリティカルみたいなもんってことですよね。そうですね、なるほど。この状態ではありますよ僕お、あそうなんですか。この状態がもしかしたら自己肯定感が低いってことなのかなって思ってたりはするんですけどそういうパターンもあるか、なるほどね。あとイソッチはどうなんですか。イソッチの話ですよね、意見をうまく言えん、うまくね通らん、なんだろうな。僕が思うに、はい、イソッチってそんなにそんなにこう何でもかんでも意見を言う人じゃないと僕は思っていて、おうおう、イソッチが意見を言うときって本当にやっぱ譲れないときだろうなって思ってるんですよね。あ、結構ねそうかもしれないです、うん、割と言われたのは、うん、自分のことはどうでもいいんだけど自分が作る何かに対してはやっぱこだわりがあるから、そうね、うんうん、言うよねみたいな言うよね春菜愛さんみたいな言うよね急にそうなんですよ。だからイソッチが意見を言ってるって時は、まあ、結構やっぱ俺も横にいてそうだよねって思うことが多いし、逆に言うとそこを譲っちゃうともうダメじゃないみたいなことが多い。そうだと思うんですよ、うん、めっちゃ気になって、うんうんうん、これ言わなくてもいいような気がするし言わない方が円滑に進むんだろうけど言わんと良くないんじゃないかなみたいな感じのことってあるじゃないですか、うんうんうん、でもみんな気づいてないの、大丈夫大丈夫みたいな、なんか感じのことで、はいはいはい、そっと言ってみるんですけど、うん、なんかそれにあまり気づいてもらえないので急に切れ出すみたいな、切れてはいないんだけれど他の人からするとなんか急にみたいな。確かにイソッチね、一生懸命こうジャブ打ってる時も見てるけど、分かる人は多分ジャブ打ってるって分かってくれるんですけど分かんない人ね本当にジャブが分かんないんですよ。いやイソッチジャブ打ってる時優しいもんやっぱね。あーなるほど、普段のイソッチもあるからやっぱりこう伝わりにくいのかもしれないね。なるほど、ちゃんとショーパンチが打てればいいわけですよね。あそうそうそう、なんかショーパンチにもなってないってことじゃ、なってないってことじゃって1000人になっちゃうけど小中大と
コンボをつなげていけたらいいんだけど、そう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 、ペチペチやってもうダメだっつってこう急にスーパーコンボをかましてるから、急にアストラルフィニッシュ出してきたみたいな大技に行くから、多分、うん、なんかこれ話がもう進まんなって思って進めようとして、うんうん、はいはい、下手なんでしょうね、帳尻合わせが。そうかもしんない、行ったれーとか言っちゃえーとか急に怒りゲージをマックスにしてだから逆なのかな、もうちょっと普段から意見を言うようにすると通りやすくなるかもしれない。普段そんなに意見言うことないんですよ、うん、そうなんだよね、別になんかそんなふーんってなることしかないものだ、そうそう、だから俺そっちが言ってる時はしっかり聞くようにしてるけどそうそうやって言ってくれる人がいると嬉しい。やばいぞいそっちが言ってるってことはこれなんか始まるぞみたいなね予感を感じ取ってくれる人はすごいお仕事しやすいよかったよかった、いてくれるとね、たまにこうなんかいない場とかは、うんうん、どうしようみたいなもうボタン押しちゃうんですよ、そうするとドーンシュドーンってね、シュドーンってなって、まあそうだね、でもこのヨリアさんのこうアドバイスはこれはその通りで、はいはい、なんか同じ境遇の方がいらっしゃったら、まあ、そういう風な気の持ちようっていうのは一つあるかもしれないですね。クリティカル出たぜって、ね、そう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 では次行きましょうかね、はい、グラジネームメノジさんかなからいただきました、ありがとうございます。 YouTube を生かしつつ Spotify もいけそうな題材としてイソッチのフルーツサンドキアリストとカレーキアリストが知りたいです、うん、だいたいフルーツさんとかカレー食べてるイメージですので、はは、これでも、うん、言ったとして、うん、ひくらじって番組でフルーツサンド特集してるらしいから、うん、聞こうぜっていうフルーツサンド界の方たちが来るのかって言われるとなかなかこう、そうね、でもね、あの私の狂気のインスタグラムと言われている私のインスタがほぼほぼフルーツサンドしかないんですよ。いそっちインスタやってるの？いやもう YouTube のあのヘッダーのとこにリンク貼っとるでマークあるじゃん、ツイッターの横にインスタ貼っとるで。それ見てないわ俺。あ、メブロにも貼っとるで。あの更新度はすっごい低いというか、あの、はいはい、そもそも、うん、インスタグラムさんはこうね、携帯とか、うん、タブレットとかしか、ね、まあそうですね、パソコンではできないですからね。うん、もうなんかやっぱ古のインターネットの人としては。パソコンで更新できないのがすっごい厳しくて、はいはい、本当に更新速度が遅いんですけど、はい、やっているんですよもうフルーツサンドかペヤングしか映ってない。いやそれ何、フルーツサンドはいいけどペヤング何、ペヤング、たまにペヤングとかフルーツサンドを上げてるときに、うん、フリーアナウンサーの松沢ネキが、はい、なんかイソッチさんはフルーツサンドかペヤングとかの載せるインスタをやるべきですよって言われて、分かったっつって素直にやってみたんですけど、はい、なんか違うフルーツサンドが閲覧できるようになってから松田さんにインスタこういう感じにしてみましたけどどうでしょうかって送ってみたら、うん、すごいですねみたいなはやばいですねみたいな、なんか割とさらりと毒を吐くあの松田姉貴が出てですねそう、こういうフルーツサンドもあるんだ、勉強になりますみたいな、なんかすごい真摯な、なんかね、感想をいただいて、なんかすいませんね、なんかわざわざなんか見ていただいて、しかも言わせちゃったみたいなって思いつつ、ちょ待って、これ何の話だ、これ。いや、フルーツサンドティアリストとカレーティアリストの話ですよ。あるよっていう。フルーツサンドティアリストはインスタを見ればいいってことね。インスタを見ていただければ。なるほど。ペヤングも、たまにペヤング、時々ペヤング。たまにペ、もうその組み合わせよ。カレーは、カレーはね割とやってる人多かったんで、あ、もう私がやるまでもないなっていう、まあ、じゃあティアリストまではいかなくても今イソチ的にこうどんなカレーが来てるとかはあるんですか。はあ、前はなんとカレーがすごい好きで、なん、ね、最近こうご飯カレーもなかなかね盛り返してきていてイソチの中でなんか新しい、これは欧風でもない家庭のカレーでもないインド風でもない新しいカレーだみたいなのが、そんなのがある、あるんですよ最近は。へえ、あの下北沢カレーフェスティバルとかって、はいはい、ありますね。下北沢がね最近ちょっとカレーを盛り上げてたりとかするんですけど、スパイスをすごいなんか感じるような新しいカレーの時代に乗り出してるわけですよ。そうなの。そうなんですよ。へえ、それでね割とあのバーとかそういうところでもカレーを置き始めたりとかしていて、はい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 、
盛り上がってんねっていう。またなんか謎のおじさんみたいな人が出てきて、そう盛り上がってんねっつって。そっちも行くんですか、そのカレーのバーみたいな。一回行ったんですけど、おすごい、バーの雰囲気にやられてしまって。いや絶対行かなそう。もうなんか端っこでダメだここはパーリーピーポーたちが楽しんでこうお酒をたしなみつつ、はい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 、なんか一人でふらりと来ちゃった人が、はいはい、マスターとかと仲良く喋っちゃうようなお店が無理ってなって。そうですね、わかるわかる。そうなんです、美味しいんですけど、うん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 、なんかこう居心地はそんなに私にとっては良くないみたいな、ね、なんかねそういうところでなんか自分の好きなものだけちょっと食べていい、それぐらいならいけるかなって思うけど、やっぱそれも難しいよね。なんかあのそれだったら、うん、日の屋カレーとかで、うん、さっと食べてさっとカレーを楽しみたい。日の屋カレーも美味しいんですよね。あ、まあそうですね、日の屋カレーも近くにあれば行きますけど、美味しい、うんうん、なるほど。ゴーゴーカレーも美味しいカレー美味しいってことで大丈夫ですかね、じゃあね結論ね。カレーそうだな、逆になんかおすすめのカレー教えてくれれば。確かになかなか今はね行きづらいですけど、お取り寄せができるようだったらお取り寄せしてみたりとかね。それいいじゃないですか。あでも事務所にカレー送ってくださった方とかいたんですよ。すごい。そうなんですよ。でなんか宮崎牛のカレーだったのかな。すごっ、ま、なんせまだ食べてないんですよ、あのレトルトなんで、はい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 、期限があるので、うんうんうん、早くこれ食べたいなと思いつつも、うん、ちょっと家族がね期限が迫ってきているカレーから食べようよみたいな、うん、そんなあるんだ。 あります、はいはいはい、すごいもう箱買いするんで結構あって。なるほどなるほど。今控えてるんですけれど、はいはい、最初事務所からなんか宮崎牛って書いてあるものが来たんですけど、うん、開封していいですかって言われて、肉だったらやばいからみたいな、あそう、ね、腐っちゃうからっていうのを言われて、そんな人いますってなってはい、はい、開けたらカレーでしたって言われていやーいるんですね、いそっちにカレーをっていうファンがいらっしゃる、ね、ありがたいですよ、ね、なんかカレー今度じゃあ現場に持っていきますって言われて、うん、カレーをって思いながら何のキャラクターなんでマネージャー本当にカレーを持ってきてそうなんか箱というかは最初あの取っちゃったんでないんですけど、はいはいはい、むき出しのカレーを、カレーですはい、なるほどもしねお取り寄せとかできるカレーだったら、うん、教えてもらって、ね、食べて、おのおの食べて感想を言うはできますね、きっとね。何のコーナーだかちょっとよく分からなくなっちゃうけど、俺もよく分からないけど、自己肯定感と何か結びつけられればいいんですよね、カレーとかが。でもほらなんかあれらしいじゃないですか、カレーの中にはやっぱりなんか幸せになる、ね、成分が入ってるんですよ、うん、そう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 、うんうん、私はそれ信じてるんですけれど、うん、なんか辛い時ってカレー食べたくなるもんね。うんうんそうかなじゃあまあやっぱもしかしたらね、イソッチの自己肯定感を少し上げてくれている、ないしはキープしているのはカレーが一役買ってるかもしれない。なるほど、うん、カレー食べに行きたいな。そうっす、ね、もっと気軽にそう、ね、いろんなとこに本当ですな、なかなか ねもうちょっと我慢しつつ、ね、様子見つつですかな。そうですね、うん、はい、はい、続いて自己肯定感低めエピソードをご紹介しましょうか。ほいほい、ひくらじネームしおしおのパーさんからいただきました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いそっちさん、しもんさん、こんにちは。こんにちは。自己肯定感低いなと感じる瞬間ですが、仕事などで指示されたことを再度確認してしまう時です。昔はそんなことなかったのですが、仕事で失敗した経験から必要以上に確認してしまうことが多くなったように感じます、うんうん、ひどい時はメモを取っているのにもかかわらず自分の記憶力が信用できなかったり、思い込みでやってないかと不安になってつい確認してしまいます。周りの負担にもなるし何とかしたいのですが、なかなかうまくいきませんということですな。いやでもこれいいことじゃないんですか。まあね、間違えないように確認してくれた方が、ね、うんうんうん、本人的には、まあ、ちょっと確認の工程が増えすぎちゃうってことなのかな。言っただろうがよみたいに思われてんじゃないかみたいな、うんうんうん、まあ、そうでしょうな、そういう不安もあるってことでしょうね。うん、いやでもこれはやっぱり確認するのが正しいことだから確認していいような気がするな。まあまあまあ、そうよしって、ね、指差ししてやっていく、よし、よしって確かにやっていく必要が、よしってやるといいと思いますあ、じゃあそういう軽い感じで聞けばいいんじゃない、うんうん、あれってこうでしたよねって言われて、はい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 、らよしってやれば、なるほどなるほど、あそういうコミュニケーションの取り方かなっていう風に思ってくれるかも、はいはいはい、なるほど、まあ、人にもよるけれどね、上司とかに言ったらちょっとうん、うん、上司がすごい現場猫好きだったらいいんだけど現場猫でもね確認してるのにっていうキャラクターだけどね、うん、よしってイソッチどうですか、こういうなんか自分でやることリストとかをまとめる人ですか。
頭の中で考えちゃいますね。リストはまとめないけれど、なんか、うんうん、この間、うん、あのバービーさんが お笑い芸人 のフォーリンラブのバービーさん、バービーさんがやっぱトゥードゥーリストをメモで取ると、うんうん、あの分解ができるようになるって言ってたんですよ。ほう、なるほど。例えばこうなんかスカートのファスナーを直すって思ってるだけだと、うんうん、なかなか進まないけど、メモでスカートのファスナーを直すって書いておくと、うん、こうなんかそこの下にファスナー売ってる場所をググるとか、うん、はい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 、そういう細かいことをタスク分解できる。そうそうそうです、そうです。で分解できてちょっとなんか気持ち転換したいなみたいな時に、うんうん、そういうググるだけやるとか。なるほどなるほど。するとなんか一個がね、うんうん、進んでいくみたいな、進行度が深まるみたいな話をしてて、はいはいはい、細かく細かく、ああなるほどみたいな、なんかそれをやるようになってから良くなったよみたいな話をされててバービーさんはどこに進んでんだろうな。なんかバービーさんすごいなと思って、最近いろいろね、結構出られてますよね、ワイドショーみたいな。そうなんですよ ね、なんかいろんな活動とかされてて。ああそうだわ。なんか僕もあの地元函館を盛り上げるみたいなラジオ聞いてた、はい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 、そこにもバービーさんがゲストで出られてました。そう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 、なんかそういうところをやってますよね、うんうん、なんか盛り上げてるみたいな、ね、なんかすごい活動範囲ですな。そうですね。そっか、自分の中で確認とかもやっぱ必要なんじゃないですかね。まあ確かにね、あんまり気にしない方がいいってことなんですかね、塩塩のパーさんにアドバイスするとするならば。確認してほしいけどな、なんかこう全然これ進んでんのか進んでないのか分かんないなみたいな案件たまにあるじゃないですか。はい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 、忘れてんのかなみたいな。うん、確かに忘れてますって聞くのもなんか失礼だし、それ聞くのが一番ね辛いよね、精神的にはね。なんかね向こうから聞いてくれた方が、うんうん、あ進んでるんだとか考えてくれてるんだとかってリアクションがあれば思うし、確かに、なんかそんなに悪いことには取らないけどな。そうっすね、聞かれるのが嫌いな人とかもいるかもしれないけどね。まあそういうタイプの方もいらっしゃるはいらっしゃいますけどね、うんまあ、でもなんか間違っちゃうよりかは確認してもらった方がいいですよね。そう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 、お前もっと早く言えよみたいになるなるじゃんって、うんうんうん、そうですな。みんなでね気づいてこうなんか水際で止められたりとかした方が全然いいので、うんうんうん、確かにこれは正しいです、正しいです。はい、じゃあ塩塩ロファーさん、これは正しいことなので自信を持ってねやっていただけたら。正しいです。意思措置的には正しいです。 100% 正しいです。なんだろう、急に熱いキャラが出てきたけど。はい、たくさんのお便りありがとうございました。では今週のコーナーに行きましょう。エゴを紐解け、深層心理診断。心理テストに挑戦し、我々パーソナリティのエゴを探っていくサイコロジーなコーナーです。ひくらじ深層心理診断は120万人を診断した性格ナビ開発者のゆきレモン監修となっております。ははい、今回もですね、シモン氏は、はい、シモン氏になっちゃった、はい、事前に回答を決めていますが、私は初見で挑戦します、はい、皆さんも一緒に自分の回答を考えてみてくださいね。じゃあ今日の診断いってみましょう、うん、次の3つの質問に対して Yes or No でお答えください、うん、1. 気づけば自然と人を褒めている、うん、2. 和を乱すようなことはしない、うん、3. 人の感情をおろそかにしてまで物事を進めたりはしない、うん、はあ、なるほど、難しいなこれ。それぞれじゃあちょっと考えていきましょうか。気づけば自然と人を褒めている、でもこれ好きな人に限るだよな。ただし好きな人に限る、でもちょっとそれだと違うんです。そうなんですよね、気づけばっていうことはもう普通にやってるってことだもんね。あの話を切り上げたいから、あすごい良かったですってそれは褒めてないあの口癖のように言う人もいるじゃん。なんかだからね、どっちなのかなみたいなのはあるけど、確かになんか大丈夫かっていうウェーイみたいな人とかに、うんうん、すごいですねっていう褒め方をしたくないっていう感情を持っちゃう人間なんですよ私。なるほどなるほど。ウェイがいいウェイだったらいいんですけど、ちゃんとしたウェイじゃないよっていうのがあるじゃないですか、なんか勘違いウェイみたいな、まあ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 、はいはいありますな。でそういう時には乗せたくないみたいな、うん、これはウェイではないということを気づいてほしいみたいな感じの、そっちに行ってはいけないよっていうね、ええ人なので、そういう時はスンとするかもしれない。なるほど、ノーになりますかねこれはね。ノーですかね。
和を乱すようなことはしないつもりでいるんですけど、うん、さっきも話した通り、あの急にもうダメだってなった時に、うん、急にこう手加減なしで爆弾を置いちゃうからあのときメモでね言うところの爆弾3つついてないのにもうなんか爆発しちゃったけど大丈夫あの人これは攻略が難しいキャラクターやな。よしお言ってなかったじゃんっていうあの表に載ってなかったみたいな俺でもちょっと気づかなかったわ、随分溜まってたみたいだなみたいな心苦しいけど乱してることはあるかもしれないなるほど、じゃあこちらもノーですかね。ノーかな、時には乱す、和を乱してでも訴えることがあるみたいな、やだーっていうはいはいはい、なるほどなるほど、じゃあノーときて、人の感情をおろそかにしてもこれもね、これむずいと思った、むずいですよね、うんうん、人と仕事をするにあたってお前の感情はどうでもいいんだやれっていう時あるじゃないですかありますね、あるじゃないですか、全体を見てやろうっていう時にね、そうそうそういうなんかもうこれはチームなのだからっていうこととかもあるし、うんうん、あのそれは私にも降りかかることあるわけですよ、はいはいはい、それはそっちの感情を抜きにしてやれっていうことがあると思うんですよね、はいはいはい、そうですね、あ、ってことは時には物事を進めなければならないことがある、うん、ってことはノーノーノーという、はあ、すごいやばい人じゃないこれ、大丈夫これちょっと全部ノーはなかなかあれですね怖い怖いよ、シモンはどうですか、ね、これ全部ノーでしたね俺もほらやっぱやばい人なんだよやばいやばい人たちなんだよ、そうかやっぱそうなるか、いやでもね同じような思考の仕方をやっぱ しました、完全にこの回答にあたってはだからまあほぼ理由は一緒、全部ノーになっちゃった、そんな我々二人ですが、はいはい、じゃあこちらで、はい、はい、こちらで分かるのはあなたは思考型それとも感情型ということですね、はい、で今回はこの3つの質問に対してイエスの数で診断しますということで、はい、イエスが2つ以上だと感情型、はあ、1つ以下だと思考型なので、まあ、我々両方思考型ってことですかね、はあ、うんうん、なるほど、はい、でこれちょっと説明しますと、人間は感情か思考のどちらか一方が強く反応するようにできています、はい、ただ反応しない方の機能は使われていないのではなく無意識に進んでいると、うん、で抑圧された感情トラウマの中に隠されて心に強い影響を与えていますよと、うん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 、アドバイスとしてはこう自分が使ってない方の機能は、うん、そっちを使っている人と仲良くすることで自分の潜在意識が少しずつ掘り起こされていくから、まあ、別の人とお付き合いすると、ほうほう、まあ、両方の機能を使えるよってことなんですかね。なるほど、つまり我々は2人でいても特に刺激はされないでしょうね。あ、なんかやりやすいなっていうところで終わってしまうんですね、きっと。じゃあ仕事とかそうだねって言いながら思考していくっていうスタイルなんでしょうかね言うなればムードメーカーみたいな人がいるといいっていう感じなんですかね。なんですかね、前もちょっと喋ったかもしれないですけど、うん、ラジオのとか、まあ、普段っていうかやられてる時はやっぱり感情型の人とお仕事されてるんですか。確かに、ね、パーソナリティ2人セットなら感情型の方が多い気がしますよね。感情型じゃない方と絡むこともあるかもしれないんですけど、うん、いまいちなんかこう皆さんの心にはあまり響いてないではないですけど、うんうん、覚えてないみたいな感じがあるかもしれないですね。あ、だからやっぱこう2つセットだと番組ってバランスがあるのかもしれないですね。あ、ボケとツッコミみたい たいな、そうそうそう、もしかしたらこのラジオそんなつもりはないですけど緩いトークだって言われてるのは、はははもしかしたらこういうなんか同属性が2人揃ったからかもしれないですよね、うん、なるほど、ボケとボケみたいな、そうそうそう、ずっとボケてるのかずっとツッコんでるのかみたいな感じになっちゃってるのかもしれない。なるほど、うん、というわけで我々はね思考型でしたけども、はい、皆さんの結果はねどうだったでしょうか。以上、深層心理診断でした。キズペロひくらじネームクロさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯っちさん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。私事なのですが、先日仕事でやらかしまして自己肯定感が、うん、
粉々に吹き飛びました自己肯定感が V 字回復するような一言をくださるとありがたいです。皆さん仕事でねすごい悩まれてるんですね、うん、今回そういうお便り多いですけれど、ね、みんなやらかしてるんだよ。だからもう我々もずっとやらかしてますよ。やらかしてますよ。あとね俺は完璧やらかしてないってやつもやらかしてるんですよそう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 、みんなやらかしてるから。やらかしてます。うまくいった時がラッキーだと思いましょう人の言葉引用した引用した誰かのお便りが誰かを助けるスタイルはありやなお便りを差し込んでひくらじエンディングのお時間です。今日はどうでしたかね。いやなんかあの全てのお便りが振りかっていう最後なんかあこれあの自己肯定感が高い方からのお便りがうまくいく方にスイッチングしましたみたい な, なんか、ね、あの深層心理診断の同じ人たちでやってないでこう、ね、違う人の意見もあるとうまくいくよが本当に体現された回だった第12回とはそういう回だそうなっちゃうとねもうこの2人だと解決できないのではないかという不安に襲われますけど。だよ低い低い2人がやる番組なんだよこれはいやまあでもねだからこういう感じで誰かを助けてもらえるかもしれないので、なんか自己肯定感高い方も ねお便りいただけたらありがたいですよね、うん、ぜひぜひお便りお待ちしております。まあ、というわけでひくらじでは皆さんのお便りを募集しています。番組の公式暫定サイト URL が番組概要欄に書いてありますので、そちらからお気軽にお願いします。募集しているテーマは質問感想日常など自由にお送りください。ふつおたエピソードを送るときっと我々が何か回答する自己肯定感低めエピソード、ちょっと怪しかったけど、この番組がより多くの人に聞いてもらえるように挑戦してほしい企画を投稿してもらう自己肯定感向上ミッションとなっております。ということで自己肯定感低めラジオ今週はここまで。お相手はいそっちこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバーイ。